キスマイ続くよどこまでも。どうも、テレビドラマ考察振り返り感想かばしんチャンネルです。お越しいただきありがとうございます。さて、お気づきの通り12月3日は祈りのカルテがありません。あの続きが早く見たいのにと思っているあなた、少し落ち着いてキスマイ三昧の週末過ごしましょう。今回はスピンオフ。はい、目次ドン。ベストアーティスト2022への出演。行列のできるあれの見どころ。もちろん来年のあれの宣伝もあるよね。謎かけ。こんな塩梅でお送りします。テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい。Like a Radio。早速本日も動画いってみよ。ベストアーティスト2022への出演。日テレの音楽の祭典とでも言いましょうか、年末らしさとでも言いましょうか。ベストアーティスト2022はちょっと前から出演決まってドキドキしましたか？思い花そのものは私のみならず祈りのカルテで散々聴いてきたわけだし、玉森裕太さんもこの曲をレコーディング前から各回のどんなラストにも必ずフィットすると絶賛していましたよね。あのタイミングのいい時に流れるそれがもうよっしゃーとガッツポーズするようにドラマ見ている方はいいねどうぞ。いや、それを発売直前でのこのベストアーティストでの披露、楽しみで仕方ないですよね。先日ミュージックステーションでの披露もあったのですが、やはり生歌ってのはいいよな。楽しみです。ライブだってやはりこう、自分がこんなに YouTube やってるくせになんですけど、やはりファンの方とか私みたいに今更ながらキスマイに興味持ったけどライブ行きたいよね。こんなご時世でなければやはりもっともっと行きたいと持病のある方なども思っているんではないでしょうか。遠方でどうしても長距離移動が難しい方などももちろんのことです。だからこそテレビで見られるのは本当に楽しみ。心してみましょう。行列のできるあれの見どころ。もちろん行列になったらですね、私など杖ついてるんで危ないし、何かあったらイベントそのものに迷惑になっちゃうから、後ろに並んでますんで皆さんどうぞお先にというのではなくていつの間にやらこの番組から法律の文字が消えた形になってますが、土曜日にベストアーティスト、そして日曜日は行列のできる相談所ですよ。出演ですよ。いや、新曲の宣伝と同時に祈りのカルテの番宣的な、それは当然ベストアーティストとともに日テレさんですからね、ありえると思うのは当然ですが、普段の冠番組キスマイ超ブサイクとも違う感じでバラエティへの出演ですよ。冠番組のそれっていうのはどうしても自分たちだけで気象転結しなきゃならないのがあると思うのですが、それはそれとしてね、もちろんいいんですけど、他のタレントさんや芸人さんのいわば他の土俵の上でのそれがどんな感じになるのか、これも見どころなのではないかなと思うんですよね。それもですよ、フワちゃんはじめなかなか強烈なメンバー揃う中に7人全員が出演するわけですよ。楽しみ以外何者でもないよね。そうそう、これが例えば1人だけ代表みたいなのだとすると、またゲストとしてのこうなんか座布団に座った感じ、お客さんですよ、お客さんもゲストはお客さんでもそうなんだけど、なんかちょっとそれが強くなる。いや、それもいいんだけどね。でも7人全員ということは、キスマイっていうグループとしてのそれをとくとご覧あれみたいなイメージになって、まとまった自分たちみたいなのも見られるはずなのではないかなと。特にですね、アイドルのグループ化、その人数の多さゆえに冠番組でないとなかなかこういう機会も珍しいかもしれないですし、神回になるのではないでしょうか。時間的にどのくらいなのかわからないですが、そもそも行列は1時間番組ですからね、たっぷり堪能できましょう。ちなみにどうやらアスレチックの紹介とかチャーハンの紹介とか3000円でできることっていう対決みたいな企画らしいです。すんげえ余談ですけど、チャーハン私は大好きなんです。楽しみでしょ。これはワクワクするぞ。もちろん来年のあれの宣伝もあるよね。キスマイさんといえば玉森裕太さんの「シャーロックの子供たち」、藤ヶ谷太輔さんの「そして僕は途方に暮れる」、これらが来年の映画として控えているわけですが、このタイミングだと少し早いかもしれないものの、おそらく映画の話にもなってくるのではないですかね。藤ヶ谷太輔さんの「ハマる男と蹴りたい女」は曲が違うから宣伝はちょっと難しそうではありますが、ただ来年の活動方針的なものは7人全員踏まえた上での話として当然あってしかるべきだし、もしかしたらあっと驚くライブ情報とか、実はすでにドラマが7人全員主演で決定してるとか、まさかの楽器披露からのバンド結成とかいや待て待て待て、すんげえ妄想で言ってますけどまあなんか面白い発表があってもおかしくないと思いますし、特別なそれでなくても冠番組ではないがゆえ見られる、聞けることっていうのにも期待したいとこですよね。何回かこれ言ってると思うんですけど、今年の7月 YouTube 本気だーすって言って始まって、でその時にほらナイスフライトがあったでしょ。でね、本当にアイドルっていうものからかなり離れてた、まあこれも本当何度も繰り返しちゃうけどね、なぜまたこのタイミングでこういうふうに自分がこの番組というかグループというかそれというかあれというかっていうのにこう関わってきたって、別に私が作ってるわけじゃないんだけどね、こんなにドハマりしたかっていうのがねあるんでね、今回この同日で出るっていうのももう楽しみでしかない、もう興奮こそするっていうね、なんか私が得してる感じがしてしょうがない。おめでたいやつだとお思いでしょうが、それだけキスマイビーキです。キスマイを負けないでとかけまして、困難の先の雨上がりの元気と解きます。その心は7人の七色の虹がかかるでしょう。収まず。結構いろいろ聞いてんですよ、これでも。だからこそ「Everybody Go!」ギター弾きたいな。本日も最後までご視聴ありがとうございました。私は約2日に1回のペースで朝6時50分に動画を上げています。まだまだ投稿頑張りますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。お相手はかわしんでした。3、2、1、See you! アデュー。